わしは一人しか死ぬ。近日の式、海賊ゴルディ・ロジャー時代の生き残り。10年もどこに姿をくらわせとったのか。ロジャーに敗れ、とっ捕まっておった。くせに両足を切り落とし、足かせを外し、 脱獄した男。これは警告だ。正しく伝説になったら、今更世界に復讐でもしに来たか。 後の海賊王、ゴールド・ロジャーが激突。世にこれをレッドウォーの海戦という。が戦国金獅子、三者の戦いはマリンフォードの町を半壊とするまでに及び、決着を見た。かくして海賊金獅子、インペルダウンへ投獄されることとなる。そして2年が過ぎた頃、大監獄の神話が崩れ、 そして一度は牙を折られた海賊金獅子は檻を破り、再び海へと解き放たれる。俺と対等にやり合えると思ったとは、まとめて相手してやる。なかなかいいチームだ。これに手を出させるとは大したもんじゃねえか。だが 出した手は引っ込めるわけにはいかねえぞ。俺の計画が実を結ぶのに何年必要だ？20年。よし、計画発動は20年後だ。地上に地獄を見せてやる。